ラパパパパパラパラパパラパパラパラ。よいしょ。こんばんは。こんばんは。よいしょ。じゃあ歌っていきましょうか。よっしゃ。パパパパパ。ちょっとね、マイクの設定を変えたので、まあ少し聞きやすくなったんじゃないかなと思います。というわけで、じゃあ1曲目はパッパラッパラッパ。じゃあ灰色と青歌います。米津玄師フィーチャリング須田まさき。よーし、よーし、こうか。Do, do, do, do. それだけがおぼつかない夏の終わり。明け方の電車に揺られて思い出した懐かしいあの風景。自由な街並みがただ通り過ぎた。窓に僕が映ってる。親方さんこんばんは。いるのだろうか。ひしゃげて曲がったあの自転車で街に回った。バカバカしい綱渡り膝に滲んだ血。今はなん、シェパーさんこんばんは。しーあ、どれだけ背丈が変わろうとも変わらない。何かがありますよりもだらない。面影に励まされ、今も歌う、今も歌う、今も歌う。せわしなく街を走るタクシーに、ぼんやりと背負われたままくしゃみをした。窓の外を眺める。心から震えた
こう茂みに落として探し回った。何があろうと僕らはきっとうまくいくと無邪気に笑えた。日々を覚えている。どれだけ可愛いよね。じゃあまあ今日はね、ちょっと歌ったことない曲を歌っていこうかね。てか暑いな、汗かいてきた。じゃあ次は世界の終わりRPG を歌います。セカオはオートチューンでいこうか。よし、レッツゴー。オートチューン、オートチューン。はぁー、オッケー。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。大切な何かが壊れたあの夜に、僕は星を探して一人で歩いて
一人で歩いていた。あの日から僕らは一人で海を目指す約束のあの場所でならずまた会おうと。世間という悪魔に惑わされないで、自分だけが決めた答えを思い出して。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖くても大丈夫、僕らはもう一人じゃない。きらめきのような人生の中で君に出会えて、僕は本当に良かった。街を抜け海に出たら、次はどこを目指そうか。僕らはまた出かけよう、愛しいこの世界を。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖いものなんてない、僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖くても大丈夫、僕らはもう一人じゃない。おお、途中を切らないと。はい、というわけで、世界の終わり RPG でした。高いね。パチパチ、ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。あ、暑いね。汗かいてきちゃった。だいぶね、もう3月も終わりですから。よいしょ、ちょっとお水飲んで。そうね、もう春だよ、春。でもまだ寒いよね。朝結構寒くて起きるんだよね。さて、じゃあ、おっと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 、何を歌うかな、かなかな。あ、じゃあ歌ったことない曲歌おうか。米津玄師、フラミンゴ歌います。これがいい、どれがいい、これがいいか。はい、では、米津玄師でフラミンゴ。良い雨につまはじき、悲しみに雨ざらし、花曇り枯れた街に目もなし、
わびしげに花新しいエラーケラリー、あー笑えないこのチンゲなドロジアイ、辛くれないの髪飾り、あらましき恋がたき、触りたいベルベットのまなじみに、うすらーざまいエミに、あなたプラ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 ミンゴ、鮮やかなフラ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 ミンゴ、踊るままフラフラフラっても帰らない、寂しさと嫉妬ばかの腰で、ありがとう、あり、次はもっと大事にして。ハモリがめっちゃ歌いにくいね。はい。おめえどり、ありがたし、闇雲に舞い上がりは滑り、苔落とし、口ずさみ、裏歌いに狩る弾みアホさらし、愛しいその声だけ聞いていたい、半端に稼いだあぶくぜにたかり出すヒルトンビ、くだらないこのステージで光るのはあなただけでもいい、それはフラ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 ミンゴ、恐ろしいやフラ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 ミンゴ、はにかんだフラフラ、かんでもさいならそりゃないね、もっとちゃんと話そうぜ、畜生め吐いたつばもの笑いで、人目に打たれて花新しい、私は右手に猫をじゃらし、今日にこの程度じゃたませない、狭間でさまよう常しえに、地獄の閻魔にもお尻、あの子を見つけておくなまし、酔いどれ張りこの物語、酔ったれ死ぬまで去る芝居、あなたフラッフラッフラッフラミンゴ、鮮やかなフラッフラッフラッフラミンゴ、毎度あり、次はもっと大事にして、酔い雨につまはじき花曇り、枯れた街に目もなしフラヘラリ、うん、はい、というわけで米津玄師フラミンゴでした。フラミンゴ懐かしいね。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。よーし。いいぞいいぞ。今日は、ちょっといろいろね、歌おうと思って、歌おうと思う曲を考えてきたのさ。でも忘れたんだよな。何歌おうかな、次。じゃあ仕事にも精が出る気運よ、この子はダラダラララドドナラ、君とトトトラトラトトラララ、なななな、やっぱり歌うとだいぶね、汗が出てくるね。暑い暑い、もう暑くて暑くて仕方がない。よいしょ、なんだかな。よし、じゃあ、かわいい曲歌いたいな。ポンポン出してしまえばいいの、
しないの、つまらないでしょ、ヘッドボンかけて。リズムに乗せてウェイウェイかけて、私の道をポンポン進む、いろいろな音よいしょ。いろいろ考えてたんだけどな、何歌おうかすごい考えてたんだけどな。ちょっと C メロとかわかんないけど、宇多田ヒカルトラベリン歌います。多分最後の C メロはわかんないけど許して。Thank you.
い、というわけで。よいしょ。宇多田ヒカルトラベリングでした。ふぅ。だいぶ暑くなってきたね。ほんと暑いしか言葉が出てこないんだけど。パチパチありがとうございます。ありがとうございます。いいよ。先生、リクエストあったらいいよ。歌えるかは知らんけど。あれ、そういやさ、先生さ、ディスコードは前と変わってないの。めっちゃ下の方にいるけど。あれ？いるかな？いないか？わかんねえ。仕事にも精いっぱいある君はどう？あれ、これこっちでさ交換したっけ？覚えてねえや。まあいいや。よいしょ。よーし。ひまぱにゃ。パルメーナ。久しぶり。こんばんは。少し経って得られぬような愛しぶるをってやつでしょ。サビは歌えるなっていや、ちょっとね、それより先にさ、リクエストもらってた曲があったからさ、今日そのリクエストしてた人がさ来たら歌うつもりなのさ。やっと行けたから。何十回の夜を少し経って得られぬような愛しぶるを。久しぶりだね。元気だった？私は元気です。むにょまあね、元気が一番ですから。なんか分かんないんだよな、ほんと。今ね、アルティメット元気、よかった。イエーイ。今ね、バックナンバーの、幸せって曲をさ、今、ループで聴いて覚え込んでるところ。そう。幸せと、あと晩餐か。あと、星野源の喜劇。このあたりを今思い込んでます。バックナンバーか。本当にね、生きてきて、バックナンバーに触れずに生きてきたよね。別に意図して触れてないわけじゃなくて、ただただ聞いてこなかったね。とある人の配信で、これね、もう歌のタイトルすらわかんないんだけど、君の恋人になる人は、モデルみたいな人なんだろう。って、これ、なんて曲なの？会いたいんだ今すぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へみたいな感じの曲。そこだけ歌える。高根の花子さん。いや、それ覚えとこわ。最近の曲にはね、全然ついていけないから。
よし、じゃあ。じゃあ、英語の曲歌おうよ。When I my fire I want it but away Tell me why nothing would away どう？あれ歌おう。うん。I want it that away じゃあ歌います。バックストリートボーイズ I want it that way 英語ペラペラの人の前で英語の曲を歌う精神力やん。よいしょ。ありがとうございます。あのさ、すごいさ適当に歌ってるんだけどさ、これ
伝わるのかな。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対伝わんないよ。でもさ、英語の曲ってさ、マオありがとう。英語の曲ってさ、歌詞見てさ、その後聞いたらさ、明らかに歌詞飛ばしてるとこあるよね。タナ、おにゃにゃ、にゃ、にゃにゃにゃ。パパッパラッパラッパ。パラッパラッパパッパ。ね、明らかに、なんか歌詞見ると逆に歌いにくい。じゃあね、ロックな曲か、ポップな曲か、バラードどれがいい？それによって歌う曲変えるか。K-POP 全然わかんないな。Yesterday, I had a sad night. I sing it, I had a nightlight. And in the morning, at the rowing, oh no, my God. It's not a drama, la 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 la. I say, Yesterday, I had a sad night. こんな感じ？いやもうほんとね、聞かないんだって最近の曲。もうだからジャンルでしてもらって、ジャンルで指定してもらって、それっぽい曲歌おう。ちなみに K-POP って今何が流行ってるんですか？って曲なら知ってるよ。いや、全然わかんねえ。NCT。なんでカット。全然わかんねえや。最近の曲全然ついていけてないね。じゃあ、シャルル歌います。シャルル歌います。無難な曲歌います。よいしょ。空っぽ
ことを忘れていくんだね。寝そうでしょ。黙っていよう。それっていつか苛まれたとしても別にいいんだよ。こんな俺にも意味があるなら恋とくざってざって素かな声汚れ切ったこと最近の曲知らなくて、セブンティーンっていうのは K-POP の方々で大丈夫かな。ダイナマイトぐらいしか知らなくてさアイネクライネ、オッケー。じゃあ次アイネクライネ行こうか。そうそうそう、そこからなんだよ。K-POP ってね、ダイナマイトとあれぐらいしか知らない。おっぱい、ガンダムスタイル、おあれしか知らないんだけど。あ、でも虹はちょっとわかるかも。なん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 な、笑ってほしくてってやつ。ぐらいはわかる。いや、あれも K-POP でしょ。バイカンダムスタイル、昔めちゃくちゃ流行ったよね。じゃあ行きますか。次の曲は米津玄師、アイネクライネ。本当に嬉しいのに、当たり前のようにそれらすべてが悲しいんだ。今痛いくらい幸せな思い出が、いつか来るお別れを育てて歩く。こんな低かったっけ。誰かの居場所を奪い生きるくらいならばを、私は石ころにでもなれたならいいの。だとしたら
勘違いも戸惑いもない。もうちょい高いよね。これか。絶対聞いたことないな。
そもそも読めない。イケメンやろ、イケメンやな。K-POP のアイドルは基本イケメンだよ。てかすげえ、1000万人超えてる、すげえ。ちょっと5000人ぐらい分けてくんないかな。ランダムは怖い。ランダムって何？ランダムって人がいるの？ランダム？ランダム？ランダム？わからん。あ、違うんだ。なにこのランダムバージョンっていうのが出てきたけど、これがあれか、これがいわゆるあのおじさんになってるってことなのか。おじさんになってしまったから若者の文化についていけないのか。やだやだ、怖い怖い。よいしょ。じゃあね、あとどうしようか。しんどっ。いや、あのね、正直に言うとさ、自分がさ、いやまあ今でも若いですけどね、もっと若かった頃ね、親がさ、もうテレビに出てる若い子覚えられないって言ってたのをさ、バカにしてたわけさ。ね？でももうバカにできないのだ。Oh my god。まあいいや。ちょい、こういうのに触れていくよ、これから。アイパイダンスホールなんて聞いてる場合じゃないの。よーし。じゃあ次歌うよ。次何しようかな。何かあればどうぞ。歌える曲は歌います。歌える曲は歌うけど、歌えない曲は歌いません。じゃあどうせだったら歌いますか、あれ。ねリクエストをもらってた曲があって、マジコの君に最後の口づけよっていう曲なんだけど、それをね、歌いましょう。アーカイブ見るやろ、多分。というわけで次は、マジコ君に最後の口づけを。消えそうな星を眺めて、憂いを夜空に吐き出す。落ちる一筋の願いは淡く溶けて消えた。君のいつもの口癖も
けず嫌いな性格も隣で笑うその顔も大事にしてたのに気づけばなぜか言えなくなった君に向けた好きという言葉心のどこかでは諦めてたのかな戻れないと知ってても二人の過去は全て壊してもう僕なんか嫌いになってもそしたら君のことを今すぐにでも忘れてしまえるのに クロロララの思い出を胸の中にまた隠して先の見えないこの道を今日も一人歩く僕はもう行かなきゃ帰れないと知ってても愛した日々もそのぬくもりも抱きしめ合って過ごした夜も嘘じゃないと自分に言い聞かせて逃げていたいだけなんだよ二人の過去を全て壊してもう僕なんか嫌いになってよそしたら君のことを今すぐにでも忘れてしまえるの口づけをでしたハートいっぱいありがとうアメのかぐやまさん神田先生バチバチありがとうリルちゃんもありがとうカエサルさんもありがとうございますこんばんはそう、これをね、必死こいて覚えてたわけです。次は、だから、晩餐館をね、サビ以外を覚えます。何万回の恋をさたて選べぬような石だろう。
感じたから、このサビだけはほんとね3回ぐらいと覚えたよ。なにそれ、なんていう曲なの。それさ、アメリカとかでよく見るけどさ、7/24/7ってさ、それどういう意味なの。なんか結構ラジオとかになんかついてるイメージあるのに、誰の曲？これ誰の曲これ。365、あ、24時間1週間1年ってことは、1日1週間1年ってことね。ちなみにさ、これで合ってる。絶対覚えるのむずいやつや。絶対覚えるのむずいやつや。ちなみに今のね合ってる。これなんて読む、これなんて曲なの。 24/7/3 曲名がわからん。まあでもきっとあれなんだろうね、24時間365日君を愛すぜみたいな曲でしょ。決めつけにかかってみる。やっぱそうか。パパ、おパパ、おパパ、パパ、パパパ。よーし、じゃああと2曲歌おうかな。うん、あと2曲何にしよう。じゃあこれちょっと入れとくわ。ちょっと覚える曲再生リスト作っとくわ。ラブソングからの残酷な天使のテーゼ、これじゃあ再生リストに入れとくわ。再生リスト、覚える曲、これ覚えれるかな。よし、じゃあ残酷な天使のテーゼいく。つー残酷な天使のテーゼ、ちょっとキーチェックするわ。ザーザーザーテーゼラララタタラ、残酷な天使のようにシャワー眠よ、はっ！
私はそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使のテーゼ、悲しみがそして始まる。ハリオ、ワッツアップ、こんにちは、こんばんは。でした。これはね、セーラームーンじゃなくてエヴァンゲリオンですね。はい、パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。エヴァンゲリオンですね。かっこいい。そう、かっこいいんだよ。じゃあ次はセーラームーン歌おうか。リオ、次はセーラームーン歌いますよ。セーラームーンの古いアニメなので確かに古い。セーラームーンのオープニング、ムーンライト伝説歌いましょう。歌っていきましょう。数え
けで、セーラームーンのオープニングテーマ、ムーンライト伝説でした。わーい、パチパチ。いや、いい曲もう歌いやすいありがとうございます。あ、ちょっと待って。お、いえいえ、こちらこそ聞いてくれてありがとう。じゃあ次、最後にしようかなと思うんですが、何がええかね。全然伝わってます、ちゃんと。ちなみにね、この私の上に出てる翻訳、これも Google 翻訳です。シュー、シューって何これ、シューって何、何そんな曲があるのか、わからんぞ。すごい。そう、すごいんですよ、このソフト。日本すごい。シュー、なんだシューって。ちょっと待って。ああ、そういうことか。ごめん、あのさ。コメントもさ、日本語からさ、英語はさ、日本語に変換するようにしてたから、ウィークがさ、シューって変換されて、わお、ウィークって何これ、タレント、あーあーあーシューって。これウィークってさ、これニュース、グリーン、そうそう、ちょっと見せようか。どうやって見せるんや、これキャプチャー、これか、これだ、これなんだけどさ、ここをね、こう右クリックしてさ、日本語に翻訳ってするとこうなるわけさ。シュッ、ずっとシューって言ってんだよね、マリサちゃんがね。そう、海外の方がいらっしゃるときは、一応コメントもね、日本語に翻訳してまして。ちょっと待って、どんな曲だっけ？ちょっと聞いてみるか。多分ね、全然わかんないと思うんだよね。明日からまた日経使うるさい、もっともっと勤労、日曜夢の日々を大事にいきましょう。明日からまた日経使うるさい、もっともっと勤労、日曜夢の日々を楽しんでいけてくさいと。ここしかわからない。しかわからない。あ、ちなみに今の I see に関しては、え、なるほどって、インドネシア語で大丈夫。ちゃんとね、わからないところは聞きます。大丈夫だよ、みんな。サラマートマラム、サラマートマラム。
じゃあインドネシアの方が来た時はこれを言っときたいっていうのがあって、No problem. これ言っときたかった。さやるちゅ。さやるちゅ。よし。まあ、ちなみに今のは私は可愛いですって意味。さやるちゅ。さやるちゅ。さやるちゅ。表記的にはさ、CU なんだけど、キュッキュッって感じ。チュで、ごめん、マリサちゃん。ウィークスわからんので、最初のとこしかわからんのでお、来た。可愛いですが、システムエラーが発生している可能性があります。どういうこと？どういうこと？システムエラーが発生してる可能性ってなんだ。こういう時はさ、ディープエローに頼るわけよ。システムエラーって出る。まあいいや。じゃあ同じね、ニュースと同じジャニーズの曲歌おうか。じゃあ最後の曲は、嵐のモンスターを歌います。よし。虹は少し過ぎる頃、この残酷なモンスター、吹き明かり草木眠る頃、Oh no、 君の叫びで僕は目覚める。今宵の闇で君を誘うモンスター。かわいいよ、日本語に訳してみる。手を愛の手を塗りたい。戦いたから生まれてきたんだ。近くにいよう。もうすべてがすべて消えても、このままキーを下げずに高いまま歌いましょう。
でした。パチパチ。ありがとう。ありがとう。インドネシア語は難しいよね。英語はさ、ちょっとわかるんだけどさ、インドネシア語は全然わからない。嵐っていうグループ名。グループ名が嵐。アイドルグループ名。わかるかな？これ伝わるのかな？今ので。難しいか。あ、わかった。よかった。グッド、ビエン、ビエン、グッド。よし。では、というわけで、本日はね、これで終わると思います。あ、もみじ、こんばんは。ちょうどね、終わろうとしてたんですよ。曲歌おう。君の名前、君の名前でしょ。よくね、ここに来てくれるインドネシアの人が盾の勇者の成り上がり好きでさ、最後に君の名前を歌おう。君の名前ってエンディングだっけ？
人気なんだろうね、多分。今のとこ2分の2。私はその曲が本当に好きですって言ってる。じゃあ最後にこれ歌って終わりますか。カラオケ。100%。聞くと必ず泣ける曲。What's up? よし。じゃあ最後にこれを歌って終わりましょう。君の名前。君の名前。カラオケ音源が見当たりません。最後は盾の勇者の成り上がりエンディングソング、君の名前。よし、ピアノバージョン。抜け殻みたいな空に何を見ていた。目覚めた理由ですもわからなかった。信じることにひどく怯えていた。だって全部捨てたんだ。こんな世界なら、もう前と憎んでいたんだ。張り裂けそうだよ、信じても。ほら君の声が僕を救うよ。なうのも呼び覚ますよ。君が教えてくれた
れた思い、そう何度だって君の名前を叫ぶよ、強くその手を握ってもう離さない、決してどんな未来も君となら盾の勇者の成り上がりエンディングソング、君の名前でした。ありがとうございます。とても美しい声でした。ありがとうございます。はい、というわけで本当にこれで終わります。今日も来てくれてありがとう。いやいや、こちらこそね、聞いてくれてありがとうございました。というわけで Thank you for watching and please subscribe ゆい朝日チャンネル、お疲れ様でした。バイバイ。See you next time. Bye bye.